ームはギブアップという形だったのかもしれませんけど、さあ若干この2番手があっと目指しはどうしたでしょう。さあこれはステファン・ヨハンソン、前を行くのがリベイロ、このマシン、これはどの部分でしょうか。トランスミッションですね。誰のマシンなのか、これはちょっと分かりません。ターン3、ね、おっとマシンが、これは先ほど前に出た破片なんでしょうか。大きくドライバーは乗っています、ドライバー乗っています。これは誰のマシンなのかちょっと見分けがつきません。さあ後ろから車が来るんですが、これは危ない。エディ・ローソンです。エディ・ローソンですが、走っているのはジェス・クロスノフですね。これはクロスノフですか。さあこれは当然フルコースイエロー、レースカーが見えてきましたが、コース上これだけのマシンが、マシンの大破、いやこれは一体どうしたんでしょう。さあ現在91周、リーダーエイドリアン・フェルナンデス、ザナルディ残りは3周なんですが、さあリプレイ見てみましょう。さあこれは後ろの裏のストレートです。あっとヨハンソンとクロスノフが接触したんですね。そのいわゆるマシンの前、フロントの部分をそのまま持ってきてしまったような形でしょうか。さあ今セーフティーが駆けつけて救出に当たっていますが、まだクロスノフはフェンスがね、あれだけ壊れてますからね。いや一瞬の出来事ね、これは。さあ現在各社のマシンがその大破したマシンを避けながら、これはアマラさん、僕も初めて見たんですけれども、ここまでバラバラになっちゃうのは見たことないですね。一瞬の出来事でした。You could see at one point there, Krosnov's legs were obviously exposed. You saw it there. さあこちらはリーダーのエイドリアン・フェルナンデス。そして上位は全く問題ないようですが、あ、これはやっぱりエンジンからちぎれちゃってますね。粉々です。まさに粉々といった表現があります。ジェフ・クロスノフのマシン。これはまだ天野さん、ドライバー乗ったままですよね。そうですね、シートベルトなかなか外せないんでしょうか。いやこれはちょっと心配です。さあここでレッドフラッグ、この時点でレースが終了です。93周目レースが終了されました。残り2周ですね、まあ、いわゆるこの状態ではもう無理だと、無理ですね、はい、93周、さあリプレイもう一度出てみます、見てみましょう。当然でもステファン・ヨハンソンに接触して、これはひどい。ヨハンソン自身も大丈夫なんでしょうか。まあ先ほどエモはなんかちょっと画面映りましたけども、はい、もうマシン降りてなんか大丈夫だったようですね。エマソン、アンドリー・リベロ、マイケル・アンドレッティたちがそこにいましたね、はい。さあ現在ヘリコプターの準備がされているようです。さあお伝えしましたように、こう93周目レースの方はレッドフラッグでレースが終了。この時点でエイドリアン・フェルナンデスが優勝です。キャリア初優勝、タズマンスポーツモータースポーツは今年2勝目ですね、はい、結成2年目です。3勝目です。さあ今のメキシコ人ドライバーは一度はどうなんですか。ちょっとインタビュー入りました。はい、インタビュー入りました。 Here's Steve Horn on the jubilation side. You've brought another young man to his first IndyCar win. What are you feeling right now? Well, I'm pleased for Adrian. I thinkYou know, a lot of people said he couldn't win, he wasn't competitive. I think we've proven that this year, that this is another young star on the rise.
as you say, I hope there's no major problems out there. But it was a great, tough race all the way, and you know, a credit to the team, and particularly Firestone. We had some tremendous tyres today. Congratulations, Steve. Thank you very much. Paul? まあ、優勝したタズマンモーターソーズスティーブ・ホーンのインタビューです。まあ、この時点で結果的にホンダのワンツー、これは今年5度目になります。まあ、優勝したエイドリアン・フェルナンデス、キャリア4年目、今までのベストが昨年の95年ミシガンでの3位です。まあ、これはこのまま行ってもフェルナンデスは優勝できる部分でありますよね、天野さんね。そうですね、まあ、結果的にまあちょっとこういう短くなりましたけども、はい、あのまま十分かけて勝てていたレースだと思われます。はい、まあ、コース上は先ほどのアクシデントにまだ全体整理がついていないようなんですが、もうこれはIt's only been won once here at Toronto, and that was back in 1991. Aiden Fernandez becomes the first Mexican to win an IndyCar race. He's had 47 IndyCar career starts. He's living in West Bloomfield, Michigan right now, moved up there. Adrian Fernandez. IndyCar racing, and he's got his first victory, and of course 20 points, and that's actually, he's got 50.